はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ヴィーナスイレブンビビットやっていきましょう。スキルミキサーが今回解放されましたね。ヴィーナスリーグ。ああ、最初からか。で、僕なんだ。プレゼント相手は入ってなんだ。試合が終わるまでに勝利のコメント考えとかなきゃね。さあ試合が開始されました。1点は取るまではスキル使い続けたい。ビッグダイレクト。得点を奪いました。入りましたね。繰り返す。あ、強い。力差で押し切ってる感じ。あ、取り返された。ナイス。あ、取り返された。前半戦終了です。うん。こいつ、折橋かおるがちょっとスタミナがやばい。なんか全員か。うん。後半戦開始です。もう1点欲しいですね。シュリパス。色味アサギ。得点を奪いました。2点目です。このキープ。試合終了です。勝ちましたね。ここまで頑張れたのは仲間と揃って複製でもしとっか。で、
この中やっぱりリアリティが高い選手だけを育てたいですよね。そうなるとこの辺まで絞られてくる。レベル35か。バレリーが13。13ちょっと低いな。全部あげましょう、うん、しましょう。イケムすごいな。これだけでもす。そう。突破開始じゃ。で、いい選手になるだろう。マックスに近い能力までなったな。サリオか。ビンゴー。あげましょう、ファンタジスタポイント。
じゃあ試合やりますか。ソシャリーグっていうのもある。なるほど。まあ、とりあえずビーナスリーグですね。行きましょう、フリーザー。まあ、いい選手だよな。でもいい選手ではあるんですよね。じゃあ行きましょう。攻めてもらうか。相手が強いや、これ。得点を奪いました。おお、ミッドフィールダーが得点奪った。いいよいいよ、もう1点奪おう。フリーパス。超すごいシュート決まっ、きたー。あーっと、しかし試合終了です。奪われた、勝利です。シュート入れてないだろう、得点。中級に行っちゃいましょう。
中級に行って、ちょっとメンツを、メンバーを変えてくる。はい、いい選手をきっちり入れましょう。リリスが下、ファレリーも左、ハオルも左か、ベンチ入れとこう。言葉は言うまでもなく、言葉は左右2枚看板ですね。このミキがベンチ、4まで入れとこう。4だと何だ、一応戦えるからな。さっき中盤疲れてたよな。そうなんです。てかいい中盤がいないな。これがベストメンバーか。そんなに変わり映えしないな。これで中級じゃない、初級後じゃない、中級に挑んでいきます。試合に勝ったら、何これ、ゴール、おー先制点。決まりました。うわ、動画もうやばい、スタミナが。はい、ミスズのシュート、ヘッドがすごい活躍。前半戦終了です。さあ、すでに後半戦が開始されております。ちょっと相手が隙
できる許可。試合終了です。何が相手の、まあ、赤髪のやつ。あ、2対0で勝ちました。ここまで頑張れたのは仲間。もうちょっとだ。4倍。9倍なんだよね。あ、ありがたい。見たい。ヴィーナスアート増えていきます。これ、ガチャができんじゃないのかな。10連ガチャ、そうです、これができます。バースデースカウトの、ここでスタボ底上げきっちりしていきますよ。最初のバースデースカウトですね。優勝じゃない方の11連。スカウト開始よ。お、1個だけ虹が出た。これ期待できるんじゃないでしょうか。響け、ギター。見てます。あの、すごい。元さんだ。できた。き、本当に見ない。任せなさい。今の私は誰。どうせしないから思い切ってやってみようか。そうきたか。メンタメルイまで。本気を出せば成功するはず。いいですね。さあ、星5姫川あゆり、これはでかい。これですよ、これ育てていかないとダメですね。育成です。あ、でも星5も前衛なんだよな。使うとこがない。ちょっと考えてしまいますよね。星6がもういる中で、これはで、スリートップにでもする。これって編成でスリートップにできるんだったっけ。フォーメーションを変えられる。フォーメーションスリートップにしましょう。で、メンバーを変更。で、ここで星4以上だな。
で、サブをこの辺に置いて、こんな感じでいきましょう。衣装で変えられるのか。こんな感じで。複製盛り上がりますよね、こうなると。さあ、中級勝ったんで上級行きましょう。さあ、松香さんです。に行きます。試合前に前半戦開始です。見ました。数取られる。ディフェンダーの負荷がでかいな、こうなると。ナイス、普通に取りましたね、今スピーツ。でも1点先取しときたい。シュート、これ入るよ。入らないよな。時間が足りない。前半戦終了です。疲れはまだあまり溜まってないので、このまま行きましょう。後半戦開始です。アセプト反対に打ちちゃった。あー、オブキュウリ、ナイス。お、ゴール。スケットがシュートを決めた。いいですね。上級でも勝てるかな、ひょっとしたら。そこまで手を抜かない。OK。試合終了です。勝ちました。対ゼロですが、なんとか勝ちましたね。ここまで頑張れたのは、仲間とプロデューサー。オーナーレベルもアップ。5倍。ありがたいです。行動力回復です。フォーメーションも、新しいフォーメーションも回復した。で、超級っていうのが一番上にあるんですね。これはさすがに厳しいだろう。試合が終わるまでに、勝利のコメント。
相手もやっぱりスキル使ってきますね。おっと、超えないライン。スキル使わせるのは有効かもしれない。パワーオブキュウリ。スキルとスキル対戦だが、かなわないな。やっぱり長距離ではまだまだ力不足なんですかね。わずか見事にかかっているという、ね。さあ、リース。あ、ダメだ。すごいな、スキル合戦になってる。あ、超えられない。相手の天塚美琴なのかよ。前半戦終了です。いや、前半スキル合戦になってましたね。うん、まだ変えちゃダメ。後半戦に挑みます。相手も結構スキル使ってるんで。細かいとこで。これで、消費してると信じて。スライディングを超えられない。待つか見込むほど、ほとんど。え、2点取られてたっけ。キュウリ取った、ナイス。さあ、これでですね、まだだな、まだパワーオブキュウリが消えそう。ちょっと2点差つらいか。早くシュート。インターセプトを許してしまう。力差がちょっとありすぎるな。惜しくも敗れました。ちょっと長球となると厳しいかな。ここまで頑張れたのは仲間とプロデューサー。まあ、最も経験値を獲得できます。受けて覚えることもある。できんじゃないかな。試してみましょう。試合に勝ったら。飛ばします。時間ないと思う。キックオフですよ。早くも先取点。
もう一点欲しい。オッケーです。前半戦終了です。もうほとんど死にかけですね。この誰だこの。よし、カードが。シュートし得点を奪っている。試合終了です。任せてね。ここまで頑張れたのは得点全然取ってないやん。ポジションって変えられるの？いや、変えられない。こんなんあるんだ。いいですね、理系女子。上出来ですね。総合間違えたかな。はいです。はい、ということで。今回はしないですね。ヴィーナスリーグと、通常リーグをやっていきました。はい、また操作上げたいと思いますので、応援よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。